これは我々ロシアの星による新政府樹立を祝うセレモニー。我々はロシアを完全に掌握している。次は10時間後、ターゲットはニューヨークだ。止める術はただ一つ、アメリカの無条件降伏しかない。アメリカ国民の皆さん、今日は悲劇的な日となりました。かつてのサンフランシスコは二度と戻りません。ロシアの無差別攻撃により罪のない多くの人々が犠牲となりました。アメリカ全体が彼らの死を悼んでいます。卑劣な行為をする者に対し断固として誓う。我らを侵害する者との交渉は一切しないと。我々の力は無敵だ。我々の意志は固い。我々は必ず勝利する。神の祝福が私たちアメリカ合衆国にあらう。ロシアでクーデターを起こした連中に占拠されている。こいつがそのロシアの星を率いる財前だ。ああそうだ。それから彼はダーパのサムだ。今回の作戦に同行する。残された時間はあと8時間しかある。失敗は許されない。そしても次の攻撃を阻止しろ。余裕でもあまり周りには歓迎されてない。ダーパー大統領と国防長官の直轄研究機関だ。軍の干渉は受けないから厄介者扱いされる。しかも私たちの任務は極秘扱いです。
カ政府には裏切り者がいる。誰かは分からないが信用できるのはお前たちだけだ。ロシア軍はマイクロウェーブでアメリカを攻撃しようとしている。私は開発者として阻止しなければならない。あとはよろしく頼む。カンディード博士を救い出す。博士の利用価値を考えれば殺されるはずはない。エネルギーシステムの設計者だからな。こいつだって同じシステムで動いてる。そうね。こいつが研究中のおもちゃか。傷一つねえが、訓練はしたんだろうな。まあ、すべてシミュレート済みだ。あんたは派手にやられてんな。そろそろ引退したらどうだ。何しやがる。館内禁煙だ。Let's go!
中央の広場で交戦中だ。俺たちは援護しつつ奥へ進行する。ラジャ、いよいよ本番ってわけか。スーツの調整は万全よ。パイロットも万全だ。げ、邪魔だ。
な歓迎初めてだぜ。通路は他にないのか。ここを突破するしかないわ。ゲートが開いたわ。よし、行くぞ。
オールクリア。上にメインゲートがあるわ。そこを開放して。バンズ、何人か貸してくれ。おい、お前たち、サムについてけ。残りはここで援護する。